皆さん、こんにちは。慶應義塾大学アートセンターの鈴木です。本日はセンチュリー文化財団企画品展覧会文人の書のオンライントークにご参加くださりありがとうございます。本日は慶應義塾大学附属研究所指導文庫教授の堀川隆先生をお招きし、作品解説をオンラインでお届けいたします。現在皆様にはこちらの展示室と、あと私が映っている2つの映像が映し出されていると思います。音声と映像無事に届いておりますでしょうか。何か問題ございましたら、画面下に表示されておりますチャットボタンより、お知らせください。本展覧会は12月11日までの開催です。新型コロナウイルスの影響により、例年とは異なる対応をとっておりますので、少しこちらでご説明させていただきます。本展覧会は3部構成をとっております。第1部がこちらの図書館展示。第2部と第3部が、あちらにございますアートスペースでの展示を行っております。第1部の図書館展示は基本的に、デジタル配信のみの、展示を行っております。第2部、第3部のアートスペースは事前予約制にて皆様にご入館いただいております。予約方法については慶應義塾大学アートセンターのウェブページをご確認ください。なお、慶應義塾大学の塾生の皆様、そして教員の皆様は予約なしで実際の展示をご覧いただけます。デジタル配信については、皆様ご覧いただけますので、慶應義塾大学のアートセンターウェブページよりこちらもご確認ください。本展覧会は慶應義塾大学アートセンター、慶應義塾図書館、慶應義塾大学附属研究所指導文庫の主催で行っております。デジタル協力については、来年度新たにオープンいたします、慶應義塾ミュージアムコモンズが担当しております。本日の流れとしましては、はじめにこちらで25分の解説を行い、その後にアートスペースに移動し20分間の解説を行います。間に5分ほどの移動時間を要します。すべての作品解説が終わった後に質問時間を設けております。質問は、随時受け付けておりますので、こちらも画面下に表示されております Q&A ボタンよりご質問ください。なお、本イベントは60分間の開催です。ご質問が多くあった場合には、お答えしきれない場合がございます。ご了承ください。最後に、オンラインの注意事項です。現在、皆様の画面の下には、チャットボタン、挙手ボタン、そして Q&A ボタンが、表示されていると思います。チャットボタンは、主にこちらの主催者側からのお知らせで使用いたします。挙手ボタンは今回使用いたしません。そして最後に Q&A ボタンですが、こちらは先生へのご質問にてご使用ください。それでは早速解説を行っていただきます。慶應義塾大学附属研究所指導文庫教授の堀川隆先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは。指導文庫の堀川です。11月9日に引き続きまして、今日2回目のオンラインでのギャラリートークを行います。この展覧会は、センチュリー文化財団企画品展覧会という題で、今回で10回目になるんですけれども、毎回そのセンチュリーが持っている様々な作品の中からテーマを決めて行っていますが、今回は文人の書というテーマを定めました。文人というのはこの展覧会では、江戸時代の日本で、儒学を学んで、それによって、政治に参加したり、あるいは、自分の見識を書物として、世に問うたりと、そういう形で世の中を良くしていこうという、そういう努力をした学者たちを指します。で、彼らはそういう学問とか政治の合間に漢詩文を作るとか、書を書く、あるいは絵を書くといったような、文人としての、芸術的な活動、文学的な活動を行っていました。それらの作品を、今回は見ていこうというのがテーマです。ただ、江戸時代においては、
同じような、作品を作った人たちには、儒学者以外の人も含まれますので、第3部ではそういう人のものも少し展示しています。それでは個別の作品の解説いきたいと思います。前回とちょっと解説する作品を変えて、今日はお話ししたいと思います。まず、ここにあるのが1番の、三宅坊陽という、学者の、漢詩です。坊陽は堺の商人の地に生まれて、裕福な家庭に育ったようで、さまざまな教養を身につけて、で、学者としては特にどこにも仕えずに、天皇であるとか大名であるとかそういう人たちに呼ばれて講義をすると、それ以外にもいろんな活動をしていた人ですけれども、これは寸斎という、誰かの書斎の様子を詩に読んだもので、最終的にはお酒を飲めればそれで幸せだというような内容ですけれども、字が非常にこう、なんて言えばいいんでしょうか、ぶっきらぼうにも思いますけれども、味のある書体で、おそらくその大徳寺の僧侶に若い頃学んだということなので、そういう人たちの書の影響を受けているのではないかと思います。まだ、唐様と呼ばれるその当時の中国の書風がそれほど、日本に入ってきていなかった時代の、学者の書ということになります。はい。続きまして、ほぼ同時代を生きました林羅山です。羅山は幕府に仕えて、江戸時代の学問の基礎を作ったといっても、重要な役割を担った学者ですけれども、この作品はかなり晩年に近い頃ですが、正月元旦とそれからその年は、ウルーの正月があって、そのウルーの正月の1日と、2回、詩を読んだものを一緒に書いたものです。この元旦に詩を書く、作るあるいは詩を書くことを、詩筆、試みると筆と書いて、詩筆というんですけれども、これは室町時代に五山の禅僧たちが非常に盛んに行った風習です。これを引き継いでいて、彼の場合はこの、作った作品をいろんな人に送って、また他の人からも、送り返される。で、漢詩の場合は字韻といって、その韻を踏んで相手にまた詩を送り返すっていうことをするんですが、そういうことをかなりたくさんやっていて、彼の詩集にそういうものがたくさん収められています。で、ちょっと内容はなかなか難しいんですけれども、当時その時ですね、春秋供養伝という、啓書の一つですが、それを読んでいたらしくて、それに関わってで、それに引っ掛けた形で、詩を読んでいると、そういう内容です。で、この書風ですけれども、先ほどの三宅坊陽とかなり違った雰囲気だと思うんですが、隷書体を、取り入れたこう払いに特徴のある書ですね。で、よく羅山はあんまりこう、書がうまくないというふうに言われるんですけれども、こういうのを見ますと非常に力強くて、一画一画をきちんと書いていて、彼の特徴がよく出ていると思います。で、こういう隷書体を取り入れるというのも、むしろそういう五山の禅僧であるとか、大徳寺系の禅僧であるとか、そういう人たちの書風からちょっと離れようという意識が働いているのではないかというふうに思います。はい。それではこちらへ来まして、これは祇園南海の書ですけれども、実はおととい指導文庫ではですね、60周年の記念で、指導文庫フォーラム書史学のこれまでとこれからという催しを行いました。これオンラインでやって、YouTube にその録画が上がってますので、今からでもご覧になれますけれども、そこで私は指導文庫が所蔵する、筆跡類について簡単な説明を行って、で、一つの作品の例としてこれを取り上げました。これは祇園南海の兄弟子にあたる新井白石が、60歳になったということで、そのお祝いに送った詩です。非常に長い詩なんですけれども、そのフォーラムで話したのはですね、これは自筆の最初に祇園南海が作った形なわけですが、その同じようなお祝いの詩をたくさん、詩とか文をですね、
集めた本がありまして、その本にこの作品も入ってるわけです。それから南海が亡くなった後に彼の文集が出版されるんですけれども、文集といっても詩と文とありますが、その詩の、その文集の中にもこの詩が入っています。つまり3種類のテキストが存在するんですけれども、それぞれがですね、文字がこう違ってるわけですね。で、彼自身が後になってここは直した方がいいというので、推敲を加えたっていうことも可能性としてはあるんですが、おそらくその最初に言った60のお祝いの詩文を集めたものはもう南海の手を離れているので、それを集めて編集した人が何か手を加えた可能性があります。それからその文集の方もですね、亡くなった後に出版されていて、で当時 の有名な詩人が校庭に加わっているので、彼によってこう少し直されたという可能性があるわけですね。そういうことで、やはりそのこういう漢詩文集っていうのは出版に至る過程でいろんな人の目を経て手を経て、本文がちょっとこう、直されるということがよくあるようなので、こういった実質のものがちゃんと残っているってことはそれとの比較が、できるということで、文学研究には非常に重要な資料だなというふうに思います。もちろんこの内容とは関係なくと言うとあれですけども、文字を見てもですね、さらさらとで、ところどころ大きな字と小さな字を交えて、非常にこう爽やかな感じという言えばいいんでしょうか。南海の性格がよく出てるようなそういう書じゃないかなというふうに思います。これは今関天保というですね、戦後まで活躍した漢学者が持っていたものなんですけれども、その、亡くなって40年ぐらい経ってからご遺族からのお話があって、指導文庫にその方の、残された蔵書を、寄贈していただくということになって、お宅に伺ったんですけれども、書斎がそのまま、亡くなった当時のまま残されていまして、でそこの床の間にかかっていた作品で、そのご遺族の方のお話だと、非常にその今関天保が好んでいた、愛していた作品だそうです。で結局そういうもう亡くなってずっとだったので、かなり痛みが激しくなっていまして、ご寄贈いただいた後にこちらで修復というか表層を作り直したものです。こういう作品を残してくれたっていうことを非常に感謝したいと思ってます。それではちょっとこの辺を飛ばしまして、こちらの大きなケースの方へ行きたいと思いますが、この縦長の掛け軸が今6本買っていますけれども、左から3番目、これは芝野立山という、江戸後期に活躍した儒者の字ですね。竹深くして客をとどむるところと読みますが、これは徒歩の字の一句を書いたものです。非常に元の詩は長いものなんですけど、その中の一句だけ取り出すと、例えばその竹林のあるお茶室であるとか離れであるとか、そういうのを持っているような人がそこの床の間にこれをかけてお客さんを迎えるっていうような、そういうシチュエーションの時に非常にこうぴったりくるような文句なわけですね。この句はだから当時の江戸時代の文人たちにもよく愛された句のようです。芝野立山は寛政の三博士と呼ばれる、寛政の改革の後に江戸幕府の学問所である昌平坂学問所に招かれた、地方の藩からそういうふうに招かれた人が何人かいますけれども、その中の一人です。でこの書の作品としての特徴は、この時代の書には珍しいというか、私は他にあんまり見たことないんですけれども、それぞれの字の最初の筆が入ったところがこうにじんで書かれてるんですね。こういうにじみを出すっていうことがあんまり他ではないというか、近代以降は意識的にそういうにじみを効果的にこう使うっていうそういう書が出てきますけれども、またこの時代はそういうのがあまり行われていなかったのではないかと思うので、彼自身が意識的にこうしたのか、偶然の産物なのかちょっと分かりませんけれども、面白い効果を出していると思います。それからこの、隣はですね、江戸後
期、中期から後期にかけて、まあ、漢詩の世界では非常に重要な人物である漢茶山の詩です。これは自分の作品を書いたものです。まあ、秋の、農村風景を読んだものですね。まあ、漢茶山はその前の時代が非常にその中国風の中国の、まあ、いろんな言葉遣いを利用したそういうこう割合格式ばった感じの詩を皆さん書いてたのに対して、もっとまあ日常的な自分の身近な風景なんかを題材にしてまあ詩を読むべきだということで、まあそれは中国では南宋の時代にそういう詩が増えていったわけですけれども、そういうものを手本にして、まあまさにその自分の住んでいるまあ近辺の農村の風景をこう描写している、そういう詩を作っています。で、非常にこの字がまあ特徴的というか、こう一字一字見ていると少しこう歪んでいたりとか傾いていたりとかっていうそういう感じなんですね。だけどそれがその上からずっと眺めていくとこううまくつながりながら流れていくような、そういうこう筆の流れというのが見えてきます。で、その歪みもですね、そのやっぱりその形が次へつながっていくっていいますか、そういうこう全体的な流れの中で、まあ、字の一つ一つの形はちょっと変形させながらもつながるような、そういう章を目指していたのかなっていう感じですね。まあ、非常にだからこうじっくり見ると味わい深いものかなと思います。それから、一番右にあるのがですね、雷強兵という、まあ漢茶山と同時代の広島藩の著者ですけれども、かなりこう地方の、農村なんかに出かけていってそこの、様子を視察するというような、まあその、藩においては重要な一般の、まあ、武士と同じように、役職を務めていた、まあ儒学だけではなくそういう実務にも長けていたということで知られる人です。これは、まあ、どこなのか場所は全くわからないんですけれども、まあ、海辺か何か湖の近くかで、一晩泊まって、まあ、その前の夜にですね、かなりこう鳥が騒いでいた、そういう音を聞いていて、夜を明けてみるとその砂浜にたくさんその、まあ、鳥の足跡があった。で、漢字のその、まあ、中国で漢字が作られたっていうのはその鳥の足跡を見てその形で漢字っていうの、まあ、字というものを思いついたという伝説があるんですけれども、まさにまあそういうものなのかっていうふうに、まあそのことをこう思い起こしているっていうようなそういう内容の詩なんですが、こちらはですね非常にバランスの取れた一文字一文字こうしっかりしていながらも次へとこう緩やかにつながっていくっていうような、やはりこの文字から文字へっていう、こうつながりをたどっていくと非常にこう滑らかな感じで美しい、書だなと思います。まあ、雷強兵という人はかなり性格は激しい人だっていうふうに伝えられているんですけれども、この人の場合は逆にですね書の方は非常にこう柔らかい感じを出していると思います。はい。今の雷強兵の甥、にあたるのが、まあ、有名な雷三陽ですね。ここに雷三陽の書簡を、展示しています。ちょっとどうぞ中のこれは指導文庫で最近、まあ、購入したものなんですけれども、全部で6通が2つの、まあ、漢詩本に巻物に、仕立てられています。で、これは原老流というですね、兵庫県の伊丹にいた、まあ、後に大阪に出ていったお医者さんの家に伝わったもので、まあ、その人と多分その人の息子さん宛に送られた手紙6通をまとめたものです。で、この2巻のまあ漢詩本になってるんですけども、その1巻目の最初のところにちょっとこうスペースの関係で全部出てませんが、宮原節庵というその雷三陽のお弟子さん、まあ、最晩年のお弟子さんにあたる人がちょっとこう字を書いているんですね。それからこの2巻目の一番最後のところですけども、ここには雷三陽の息子さん次男の、
雷福とありますが、この方が、雷司法という号ですけども、後書きのようなものを書いています。でこれは両方とも明治16年に書かれているわけです。もう明治維新を超えてまだその原家にあった時に、おそらくそのいついつバラバラだったものをこうやって漢詩本に仕立てると、漢詩本に仕立てることによってきちんと保管をしようと、でその際にそういうお弟子さんとか、息子さんとかにちょっと一文書いてもらって、きちんとこう、後々まで伝えていこうっていうような、そういう意識が見られる。いかにその雷山陽の、書の作品が大事にされていたかっていうことを、物語る資料かなと思います。ただですね、内容は何かというと、すべてお酒に関わる内容で、伊丹というのはこの時代の日本で最も優れた美味しいお酒を作る産地だったわけですが、このお医者さんを通じてその酒蔵にですね、いろいろと自分の書の作品を売り込んで、それの代金の代わりにお酒をもらおうという、そういうことをその仲介をこのお医者さんに頼んでいるというような内容です。中身は今、デジタル展示の方で全部本国を載せていますので、それでご覧いただきたいんですが、非常にユーモアにあふれた内容です。あとこの使ってる紙もですね、この上の方のは、下にちょっとこう分かりにくいんですけども、なんか草花何かがこう印刷されている紙を利用しています。で下の方はこうやって橙色と青とで染めた紙を使っています。こういうのはおそらくその相手に対して気を使っているっていう、山陽の気持ちが表れているのかなと思います。第一部に関してはちょっと飛ばしやりましたけども、今回はこのぐらいのところでいいですか。聞こえておりますでしょうか。大丈夫ですか。はい。それでは第1展示室の図書館展示での解説はこれで終了にし、これから、あちらにございますアートスペースに移動いたします。間に5分ほど要しますので、休憩されたい方は休憩してください。それでは参ります。第2会場アートスペースに今移動してきました。こちらは第2部第3部というふうに、あるんですけど、まず第2部、亀池とその周辺というふうに題しました。先ほどの、第1部は、江戸時代の文人を、江戸の早い頃から終わりの方までいろいろ網羅的に展示をしたんですけども、ちょっとこちらはテーマを決めまして、亀井という、福岡藩の儒者ですが、荻生徂徠の学問を、引き継いだ非常にユニークな学者の家ですね。南明松陽という親子を中心に、その周辺の人々の資料を首都文庫では亀井科学文庫というふうに名付けて収集しています。それと、その亀池とゆかりの深い、その福岡藩の師範の秋月藩のお医者さんだった、戸原家という家から首都文庫に、寄贈を受けた資料が百何十点かありまして、
で、そこの中からも亀池や戸原家の関係の資料を今回は出しています。で、詳しくは説明しませんけども、ここにあるのがその戸原家の急増の北条類、書道の手本となる書物です。で、こういうものは中国から盛んに輸入されたんですけれども、日本でもそれを真似をして、模刻をして出版をしています。特にその元から明にかけての書家の作品というのがこういう形で入ってきて日本人の目に触れて、でその彼ら文人たちが書を学んで、書を自分の作品として書くときには、こういうものを手本にして書いていたという、そういうものなので、ただ書物としては非常にそのいつ出版されたかとかですね、誰が関わったのかというような、そういう書史的な事項が探りにくい難しい扱いの書物なので、なかなかまだまだ全貌が、つまり日本でどういうものが出版されたっていうようなことについてもまだ明らかになっていない面が多いんです。こういう資料に注目してそれぞれの所蔵機関で詳しい研究を進めていただくといいかなと思います。で、こういった書物はですね、いわゆる拓本と同じで、版木を彫り、字の通りに彫って、でその上から紙を当てて、その彫った以外のところに墨をつけて白抜きの字を出すという、そういうやり方で印刷されています。正面刷りっていうふうに言ってますけれども、でこういうものは文字だけではなくて絵画においても作られていて、いくつか有名な作品が残っていますが、その中で一つ、これがですね、王羲之の、一番有名だと思いますが、蘭亭の序というのがありますけれども、その書の作品をもとにしてその日の様子を想像で絵画化したものが中国で作られたわけですね。こういう蘭亭図という名前になってますけども、それを日本で、やっぱり真似をして、同じその正面刷りで出版したものがこれです。あまり今まで日本でこういうものが出版されたということは知られていないようなので、まだ詳しい研究がされてないんですけど、これから美術史の方でも書道史の方でもちょっと注目していただけるとありがたいと思います。これは冒頭部分を出していますが、末尾にですね、熊本藩の儒者の矢部古山という人の抜文があります。ですからもしかすると熊本あたりで出版された可能性もあるんですが、ちょっとその辺もまだ詳しいことは分かっていません。それから、亀井家の、前回のギャラリートークで亀井南明の作品をご紹介しましたが、今日はこの、息子さんの逍遥の作品をちょっと紹介したいと思います。交際写記という、長い文章です。これは今の大分県の日田の人が、こういう交際写という自分の家にこういう建物を作って、でそこに関する文章を書いてくれというふうに、逍遥を訪ねてきたということ でその人と逍遥とのこう問答形式でこの文章が作られているんですね。で、中身はその、野菜、菜ですね、いろんな野菜の名前が出てきて、それからそれの調理法なんかもたくさん出てきて、なかなかこう読み解くのが難しいので、まだきちんと内容を把握できてはいないんですけれども、そういう問答形式であったりとか、そこにいろんなその中国の古典が引用されているとか、そういう、おそらくそういう知識をちゃんと持っている人が読むと、すごく面白い文章なんじゃないかと思います。で、この日田っていう土地には、広瀬丹宗という、やはり、教育者としても有名な儒者がいるわけですけども、どうもこの頼みに来た人は、その広瀬丹宗のお弟子さんらしくて、で広瀬丹宗もその亀井家のもともとは門人なので、非常にこう近しい関係にあるわけですね。でその丹宗の日記を見ると、この頼みに来た人がそのあと1週間ぐらい後にその丹宗を訪ねてきたっていう記述が出てくるので、おそらくこれをその丹宗に見せに行ったんじゃないかというふうに思います。それからこれはその古い箱に入っているものなんですけど、その箱にですね、
義継廃山という人の箱書きが書かれています。大正ですね。この人は明治から大正にかけて、まあ、九州で非常に有名だった、まあ、南画家、文人画家なんですけれども、この人がそういうふうに、まあ、自分の郷土の、まあ、先輩の儒者であるこの上池の人のことを、まあ検証しようということでこういった箱書きを書いている、まあ、そういうふうにやはりその地元で大事にされていたということがわかる資料です。でこちらの壁にはやはりこれ三点とも鳥羽家のものなんですけれども、前回はこの原古書の秋塚藩の藩主で、まあ、非常に優れた詩を作った原古書の晩年の作品を紹介しました。でこちらの2つはですね、その古書の娘の原彩浜、これは彩浜単独の掛け軸ですね。でこちらがその上の方は原彩浜で、下は亀井正金という今の松陽の娘さんです。この2人の作品が一緒に掛け軸になっています。まあ、おそらく鳥羽家でこういうふうに仕立てたのだと思いますけれども、この彩浜のこの漢詩の作品は題がないんですけれども、おそらくその、まあ、春秋時代の秦の文公という、まあ、春秋の五派の一人ですが、その人のことを読んだものだろうと思います。まあ、若い頃亡命、そうですね、歴史小説で長寿というのがあって、おそらくそういうことでご存じの方もいるかもしれませんが、若い頃に亡命をして、で西の国に逃げるわけですけれども、そこで割合安楽な生活に溺れてしまうんですが、奥さんと、まあ、臣下たちがですね、これじゃいけないというので、まあ、酒に酔わせて騙して車に乗せてその国に帰ると、まあ、そういうことがあって、そういうことを、まあ、書いてるんですね。このここに内助とありますけど、その奥さんの内助の功がなければおそらく御飯の一人にはなれなかっただろうというような、まあ、ことを読んでいます。まあ、非常に力強い良い字でですね、この最後の署名のところも本文の字とそんなに大きさも違わないでしっかり書いています。あとちょっと面白いというか心にしみるというかですね、この最初のところにこういう書の作品の時には署名の後の、まあ、落款印というものと、その書き出しのところにも判子を押すことがあります。まあ、印酒印とか官房印と言いますが、これがその東西南北の人という字が書かれています。この判子はですね、亀井南明が作って、松陽から原古書に渡って、その原古書からこの娘の原彩浜に渡ったっていう、そういう、まあ、曰く付きといいますか、まあ、南明、松陽、それからこの原古書、みんな藩に仕えていた儒者だったんですけれども、その、罷免をされたりとかですね、ちょっとこう官職に追いやられたりして、で晩年は地方に出かけていったりしたような、まあ、そういう経験の持ち主なんですね。まあ、そういうその自分たちの境遇を表現する言葉として、もともとこの言葉は孔子のことをこういうふうに呼んだりして、それから後には唐の時代には徒歩のことを別の、まあ、詩人がこう呼んだりしている、そういう言われのある言葉ですが、それにまあ自分たちをなぞらえているということがわかる判子です。でこちらの方は上が原彩浜ですが、その鳥羽右吉というですね、鳥羽家の、まあ、五男で鳥羽五郎という名前ですけども、この人のところに行って、まあ、多分即興で読んだし、その鳥羽五郎が読んだ詩に、まあ、印を同じくして字印をしたという、そういう詩で、まあ、本当にちっちゃい紙にさささと書いてるんですけども、非常にしっかりした字です。まあ、この鳥羽右吉はこの原彩浜に、まあ、学んでいたという、まあ、そういう漢詩とかですね、学問を教わっていたようなので、そういう先生がうちに来たというか、まあ、それで歓迎の、まあ、宴を開いて詩を読むっていうことをしたんだと思います。この下は松陽の娘の松金で、まあ、この軸はちょっと、4文字 ×2 の8文字しか書かれていません。ですがこの
書風がですね、やはりその亀池特有の、細身の線で非常にこう横に幅広くスッと伸びるような、そういう独特の書風をちゃんと伝えています。でこの蘭の、絵が、まあ、彼女自身の作品ですね。まあ、こういう女性同士の取り合わせというので一服にしたものだと思います。では最後、ここが第3部、まあ、文人への憧れというふうに題しましたけれども、今まで出てきた人たちは、まあ、最初に文人の定義というか、ここでは江戸時代の儒学を学んだ人々が、まあ、その合間に、まあ、芸術に携わるというふうに定義をした、まあ、それに当てはまる人々ばかりでしたけれども、ちょっとそこから外れた人の作品をここには並べています。でそれどういうことかというとですね、まあ、日本ではもともとその中世の禅僧というのが中国の文人の代わりとしてそういった、まあ、書や詩や絵画の、まあ、芸術活動を行っていたわけですね。でその流れがやはり江戸時代にも続くわけです。だから江戸時代 の僧侶では、まあ、禅僧が多いんですけども、それ以外の宗派でもかなり文人的な作品を残している人がたくさんいます。それからもう一つ、まあ、平安の終わりぐらいから隠者と呼ばれる人たちがかなり文学活動に参加するようになってくるわけですけれども、まあ、そういう人たちの流れも、まあ、あるわけですね。でそれが例えば和歌とか、まあ、レンガとか、あるいは、まあ、随筆のものだとか、まあ、そういったこう作品を残して、まあ、自己表現として残していくっていう流れも、まあ、江戸時代にも続いていくわけです。ですからそういうちょっとこう隠者的な人であるとか僧侶であるとか、あるいはまあ江戸時代の中期ぐらいになると、まあ貴人というふうに呼ばれる、まあその身分は様々なんですけども、ちょっとこう世俗の価値観にとらわれずに、まあいろいろな活動をした人たちを貴人と呼んで、まあ当時の人たちは面白がっていたわけですけど、そういうような人たちの作品をここに集めてあります。時間がまあ、その中で一つだけ取り上げますが、これが良寛ですね、まあ、有名な人なのであまり説明をする必要もないと思いますけども、この人はまあ曹洞宗、まあ、同じ禅宗でも臨済宗ではない曹洞宗のお坊さんで、でまあその曹洞宗の僧侶としての修行をしたわけですけれども、特に大きなお寺の住職になるというようなことはせずに、まあ、故郷 その越後の国、まあ、新潟県であちこちこう、まあ、フラフラとというのはあれですが、まあ、パトロン、まあ、豪商とかですね、それから大きなお寺の一角にこう仮住まいをさせてもらったりとか、そういう形でさまざまな庶民たちと交流を深めていく。で、漢詩と、まあ、和歌両方で、まあ、文学作品をたくさん残しています。でそういうものを書いた書もたくさんあるわけですね。それと、ここに取り上げたのが書簡ですけれども、この書簡も相当数、伝わっています。で、まあ、もう江戸時代この彼が生きていた時からある程度、まあ、知られていた人で、江戸の文人がわざわざその良寛を訪ねていったりもしていますけれども、やはりこう全国的に有名になったのは明治以降ですね。まあ、新潟のいろいろな文化人といいますか、まあ、芸術家であったり学者であったりした人たちが、まあ、この良寛を再評価をして、で彼の作品を集めたさまざまな、まあ、書簡集とか、まあ、親戚集っていうその筆跡を写真版にしたものとか、まあ、そういうのを出版していくわけですね。それで、まあ、その生き方っていうものが非常にこう、優れた、まあ、その清らかな生き方ということで評価されて、まあ、今でも人気が高い人ですね。でそういうふうになっていくと、どうしてもですね、ぜひこの良寛の筆跡を、まあ、手に入れたい、自分のところに持ちたいという、そういう、まあ、欲求が高まって、で、まあ、偽物もたくさん出てくるということになります。このこれはセンチュリー文化財団のものですけれども、このセンチュリー文化財団 の資料を、まあ、非常に資料の収集に貢献をしたというか、まあ、そのアドバイザーであった小松茂美さんも良寛のことを書いていらっしゃるんですけども、
なんか7、8人ぐらいそのプロのそういう寮館の書を作る人たちがいたということですね。で、本物か偽物かに見分けるのはなかなか難しいんだけれども、やっぱりこうちゃんと字の形になっているか、それからこう、線の流れがきちんとできているか、まあ、偽物を作るときは大体別に本物を置いてみて書くので、どうしてもこう字の形が変になったりとか、こう筆の流れが滞ったりするそうなんです。でそういうことで言うと、この作品は非常にこうすっきりとまとまっていて、どこもよどみがないし、字の形もおかしいところがないので、まあ、その小松さんの言う本物の条件をちゃんと備えているのではないかと思います。でこの宛名は龍禅という、やはりその同じ越後にいたお坊さんで、非常に良寛と親しかったらしくて、これ以外に3通この龍禅宛ての手紙が残っています。この手紙はもうかなり晩年のもののようですね。まあ、ちょっと健康を害していたんだけど、今はもう回復して、まあ、食事も美味しいとか、あと前にもらったお酒がまだ残っていて、それを飲んでいるとか、まあ、そういったような、まあ、最近の、まあ、暮らしの様子を伝える、そういった手紙です。あとちょっと さっき飛ばしてしまったんですけども、その、まあ、こういう書の作品を作るという時に、まあ、さっき の原彩品のところでちょっと言いましたが、ハンコを押すっていうのが、いわばその作品が最後に完成した、で まさに自分が作ったっていう、そのなんか確認とか証で、まあ、押すことが多いと思うんですね。でこれは戸原家の、まあ、戸原藤作というまあ、ちょっと分家をした家なんですけども、そこの方の、まあ、使っていたハンコで、もっとたくさんあるんですけど、その中から3点を出しています。で、この右と真ん中はおそらくそういう、落款印と呼ばれる、まあ、署名の後に押すようなハンコで、一番左の方は、まあ、蔵書印ですね。これは先ほどお見せした法上の中にも押されているものです。この真ん中のが面白いのが、両面に彫られているということですね。大抵この落款のところには、名前と号とか、名前とあざなとかっていう形で、2つ押すことが多いんですけれども、それをこう、ハンコ1個で済ませているというか、おそらくこういうものはまあ持ち運んで、どっか旅先とかで書を求められたときに使ったのではないかなというふうに思います。まあ、そういった、まあ、文人の生活のこうちょっと一コマが垣間見えてるかなという、まあ、そういったものです。じゃあ大体こういうところで今日のお話、個別の説明は終わりにしたいと思います。こっちに何？聞こえてますでしょうか？大丈夫ですか？マイクのテスト中です。はい。先生、それではご解説いただきありがとうございました。これから質問のが何件か来ておりますので、私の方から読み上げさせていただきます。まず一つ目なんですけれども、紙の種類がいろいろあるようですが、それは時代によるというより書いた人の好みでしょうかということですが、いかがでしょうか。そうですね。まあ、一般的に日本の紙はその、まあ、楮という原料で作られていて、で、まあ、書を書くときにはちょっとそれを表面を滑らかにしたり加工してっていうこともあります。ただ今回まあ文人の書ということで、つまり、まあ、漢学者とか儒学者の人たちなので、中国に対するこう憧れが強いんですね。で中国の紙というのは一番多いのが竹紙といって、まあ、竹を原料にしたもので、これは日本の構造の紙に比べるとちょっとこう茶色みがかかっている、そういう紙なので、まあ、ちょっとその専門的な判別まで私はなかなかできないんですけども、おそらくはその構造を少しそういう茶色に染めて、中国風のその筑紫の雰囲気を出したような紙っていうのが、まあ、文人の書の場合にはよく使われるかなと思います。でも、まあ、江戸の後半ぐらいになってくるとかなり多分中国からこう輸入されているものもあるんじゃない。あともう一種類、すごく白い
まあ、いろんな言い方するんですが、白紙と言ったりとか、あの川の紙って書いて皮紙と言ったりとか、そういう紙も中国にあるんですね。でそういったものも日本に入ってきて、まあ、文人なんかが使ったり、あるいは彼らがあの詩集を出版するような時にその書物の印刷用の紙として使ったりっていうことが、まあ、江戸の後期とか幕末明治にはよく見られます。ありがとうございます。あと、まあ、あのさっき言った亀井逍遥ですね、それから前回ご紹介した亀井南明ですね。この二人の書はあの絹に書かれている、紙じゃなくて絹の作品ですね。筑紫の今回展示は、まあ、特にございません。筑紫はですねそうだな、あのまあそこの、はい、ああこのそうだな、ちょっと今パッと思い浮かばないですね。分かりました。そうしましたら次の質問に移りたいと思います。そうですね、書を見る際には文字や内容のことに注視してしまっておりますが、本日のトークで色のついた紙や箱、印などのこともあの少し触れてらっしゃり、そうした視点で見ることが、今までなかったと気づきました。今後の鑑賞のためにどういうところを見ると面白いなど、何かアドバイスがありましたらお願いします。あ、そうですね、あの、まあ、こういう掛け軸の場合はあのこうカタログとか図録なんかではだいたい省略されてしまうんですけれども、これ全体は一つの作品なわけですね。その、文字が書いてある部分だけじゃなくて、それを取り巻いている、まあ、表層って言われている、あのいろんな美しい、まあ、布を使って、あの、まあ、もちろん作品を引き立たせるためにそういうふうにしているわけですけれども、そういったこうあのバランスとか取り合わせとか、まあ、そういうものもあの、まあ、見どころではないかなと。あの実はこの3点のうち左側と右側はあの指導文庫であの業者にお願いして表層を直してもらった、新しくしてもらったものです。やはりその長年こう使ってると傷んでくるんですね。で、まあ、あの多分本当に例えばもう何百年というふうに表層が続いているようなものでしたら、それをもう捨ててしまうのはもったいないので、少しずつこう多分補修をしたりしてると思うんですけども、まあ、あのこういった作品はやっぱりその所蔵者の好みでいろいろと表層を変えたりなどするので、まあ、今回ちょっと保存第一ということで、あのこの両側のものは新しい表層に変えてこうやって、まあ、かけることができました。まあ、そういうところもあの見どころだと思います。あの、で、あと、まあ、関数本の場合は、なかなか全体を見られないんですけれども、あのまあ、ちょっとこう、一つ展示を下にこういう箱とかですね、そういうものも出てたら、まあ、ご覧になると、つまりその作品がどういう人の手を経て、どういうふうに大事にされて、まあ、現在まで伝わってきているかっていうことがわかります。ありがとうございます。それにあの少し似通ったような質問なんですけれども、こういう書というのは書くときにすでに表層されて、展示されることを意識して書いていたのですか、ということなんですか。いかがでしょう。まあ、あのあちらの第一会場 の、 あの一行書っていうのが、はい、まあ、文字大きな文字をこうドーンと書く、あれなんかはあのもう掛け軸になるっていうことが前提で書かれてると思うんですね。でさっきちょっと言った来山陽の手紙の中にいろんな自分の書を売り込んでるっていう話をしましたけども、ああいったものもおそらくはそうやって鑑賞されるってことがもう最初に、まあ、分かっていて書いてると思います。ただあの手紙なんかは、まあ、もしかしたらもうその場で読んだら終わりっていうかですね、ちゃんと保存されないっていう可能性もまああったと思うんですけれども、ただ、まあ、そういうものもちゃんとその受け取る側にとってはすごく、まあ、貴重なものというか大事なもの、あのそのやはりその相手に対する尊敬の度合いとか、まあ、その人が有名であるかどうかとかっていうことで変わってくると思うんですけども、まあ、そういうあの書く側はあんまり意識してなくても、まあ、受け取る側の方で大事だなと思えばきちんとそうやって表層をして保存するっていうことが起きると思うんですね。だから、まあ、いろいろ作品によってそのまあ、ケースバイケースということじゃないかと思いますけれども。
ありがとうございます。それにつながるようなまたお話なんですけれども、初歩的な質問で申し訳ないですということですが、第一会場で拝見した文人の方々の掛け軸などは、他の方から依頼で書かれたものでしょうかということで、特に立山の竹は不可思などお茶席にふさわしいものだと思うのですが、特にそういったことで依頼されたのかとか何か分かっていますでしょうか。そうですね、立山の書は分かってはいないんですけれども、でもまあその唐の句をですねわざわざ書くっていうのは何かの依頼で書いてるんじゃないかなっていう感じはします。でやっぱり作品も例えば今回ご紹介した中で祇園南海のなんかはもう本当に白石に送るために書いたものなので、別にその依頼さ、まあもちろん大まかには依頼されてるわけですけど、この作品自体は彼がその場で、この依頼を受けて作ってそれを送ってると思うんですよね。だけど自作であっても何か頼まれて何か書いてくれって言われた時に、過去に自分が作った作品をそこで書くっていうことも割合あるんですね。だからちゃんと本当の自筆であっても同じ作品がいくつも書道の作品として残ってるっていうケースがあります。そういう時にやはりその前に一番最初に作ったのじゃないもう一回書く時、やっぱりここはこう直そうとか言ってですね、実質のものでもちょっと軸が違ってたりすることもあって、まあ、そういうのもだから書の作品としてだけではなくって、文学的な、まあ、本文をこう研究するっていう、まあ、そういう資料にもなるっていう感じですね。ありがとうございます。あと2つほどご質問いただいております。一つが、儒学や禅など宗教や学派などによって書に様式のような違いが現れたりはするのでしょうか。このセンチュリーの展覧会で2年前に禅僧の書と書物というのをやりまして、やはりその五山のお坊さんの書っていうのは、まあ、五山っていう一つの、まあ、グループとして見た場合に、まあ、似通っているところがあるなと思ったんですね。それに対してちょっと大徳寺の系統の人は、まあ、今日の最初にご紹介した三宅坊陽のような感じ、ああいう雰囲気が出てて、あれよりその五山の層の方がもうちょっとこう線がなんていうかな、こうしなるというか滑らかな感じがするんですけども、でそれ江戸時代のこの文人たちっていうことになるとですね、なかなかそれが難しいんですよね。いわゆる和洋の書は何々流、まあ、流派みたいなのがあって、それがこう継承されていくってことが多いんですけども、唐用の書の場合は個別に自分なりにこう中国の書を勉強して、でこう独自のものを作っていくっていう傾向が強いかなと思います。ただ先生と弟子とか親と子っていう、そういう非常に近しい関係にある場合は、その先生とか親の書風をこう受け継ぐっていうことがちょっとあって、そうですね、亀井家とか、まあ、原家とかもそうですし、そのさっき言った新井白石は木下純庵の門人で、行南海もやっぱり同じ門人で、そういう門人同士はなんかちょっと似てるところがあったりとか、そういうことは少し、まあ、ただまだそれもですね、あんまり書の研究っていうのはどうしても特にこういう江戸時代の書の研究ってあんまり進んでいないので、まあ、これからだからそういう視点で研究を進めていくっていうのも大事かなと思います。ありがとうございます。あと2つほど。見たところ書簡が表彰されている作品が結構あるようですが、こうしたことは江戸時代など普通に行われていたのでしょうか。また他人から来た手紙を表彰して飾るのは文字の美しさだけなどだけが理由なのでしょうかということですが、先ほどのちょっとお答えにかぶってしまいます。そうですね、だからいつ表彰されたかっていうことが、まあ、わかんない場合もあるんですけど、例えば、まあ、今回文人なのでちょっと、あり出てませんが、まあ、有名な例で言うと、芭蕉なんかは、まあ、現在まで何百通と書簡が残っていて、多分、ほとんどが表彰されているんですね。おそらくそれはもう、江戸時代において、非常に尊ばれていて、表彰して、で、だから表彰して書けるということは、その宛名の人だけじゃなくて、その友人たちとかですね、そこの家に招かれた人もみんな見ることができるし、その後子孫たちの家に伝わっていって、いろんな人が見るわけですね。だからそういう非常に
鑑賞の対象として広く、まあ、見られるっていうこともそういうことを予想して競争するし、まあ、場所もですねある程度そういうことを予測して特定の個人だけじゃない人も見るんだって予測して書いてるところもあるんじゃないかと思います。で時々ですね手紙そういう表層されている手紙でなんか部分的に切り取られたりしているものがあるんですね。やはりちょっとここの部分は人に見せるとまずいなっていうようなところはちょっと切り取って残すというか。だからもちろん今ご質問にあったように、まあ、その書として文字だけじゃなくて内容的にも面白いとか、例えば、まあ、そういう、文学者の場合は自作の俳句であるとか漢詩であるとか和歌であるとかそういうのが入ってると、まあ、それも鑑賞の内容的な鑑賞の対象になりますし、でお茶の場合だと季節感があるのでそういったこういつの手紙か季節の挨拶があったりとかですね、何かそういう季節に触れるような文言があったりするとその時期にまあ、どこまで書けるのにふさわしいとか、まあ、いろんな、まあ、実用的なというか意味があるんじゃないかと思います。ありがとうございました。少しお時間が近づいてきてまいりましたのでこれでご質問を締め切らせていただきます。ご了承ください。本日は本イベントセンチュリー文化財団企画品展覧会文人の書のオンラインギャラリートークにご参加くださりありがとうございました。本展覧会は12月11日までの開催です。第1部の図書館展示室は基本的にオンライン展示のみ、第2部と第3部こちらのアートスペースは、事前予約での入館を受け付けております。なので、ご予約される際は、慶応義塾大学アートセンターのウェブページよりご予約ください。また、今、ただいまウェブページで公開しておりますデジタル配信はどなたでもご覧いただけますので、この今回の堀川先生の作品解説をまた踏まえた上で、ぜひご覧ください。それでは、本日のギャラリートークこれにて終了させていただきます。本日はどうぞありがとうございました。